JR 東日本によりますと、中央総武線の各駅停車は上下線で運転を見合わせています。千葉駅から三鷹駅に向かっていた車両が、四谷駅と信濃町駅の間でブレーキの不具合を起こし、その点検を行っているということです。運転再開の見込みは立っていません。